マジで下手くそだから、それでもいい人だけここから先進んでくれよな。君たちはフォートナイトをご存知だろうか。そう、あの有名な大物実況者が実況していたので。ただの便乗じゃねえか。これは最後の生き残りをかけた彼女たちのドキュメンタリーである。どうしてそんなに青ざめてるのですか。よし、今日もカツ丼目指して頑張るぞ。それを言うならドンカツだろ。このゲームは PUBG や荒野行動などのゲームと一緒で、最後の一人になるまで勝ち続けるバトルロワイヤルらしい。今回は状態って二人一組で戦うゲームに参加するとのこと。マリサ、そろそろ飛び降りるよ。私もう飛び降りてますけど。なんだって。今日の時はなるべく一緒に降りないと合流するのに時間がかかる。ドド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 ド。霊夢も早く降りないとどんどん離れてくぞ。霊夢ちゃん行きまーす。ガガゴゴゴゴゴガゴガガゴゴ。息ができない。あガガガガゴゴゴゴアオゴ。霊夢ポンポン離れてる。武器のありそうな建物のところに降りたいところ。ヨシアの倉庫みたいなところにしよう。この時すでに霊夢とマリサは遠く離れていた。今誰か降りていったな。まだ操作方法もわからないですけど。よし着陸。建物を破壊して素材を手に入れたりしてたけど。操作方法も確認しないでくる。武器の振り方すらわからん。霊夢今そっちに頑張って向かってはいるが、少し離れすぎてて時間がかかりそうだ。その間にやられないように気をつけてくれ。マリノスケ、マリ太郎。そんな名前じゃねえよ。お前そんなこと言って敵と遭遇しても知らねえぞ。今なんか足落としなかった。私はまだ到着してないぞ。またまた。確実に誰かいます。待って、タイム。まだクワの振り方すら分かってない。タイムタイム。もうこれ終わったな。じゃあ、誰ですか。敵だろ。私まだクワの振り方すら分かってないんで、ちょっと見逃してもらってもいいですかね。無理だろ。いやでもきっと話し合えば分かる。日本人じゃないかもしれないだろ。ナイスティーミーチュー。武器くれるの。マジで味方なわけないよね。でもまあくれるっていうなら。武器の拾い方すらわからない。そしてなんで踊ってんの。パリピな奴らなんじゃないか。陰キャな我々にはきつすぎる。とりあえずジャンプで乗ったと見せかけて逃げます。でも全然攻撃してこないな。謎すぎる。クワ触れたんですけど。ちなみに今回はクラス序盤でやってます。よし攻撃じゃー。全然当たってない。おやー、近づけるもんなら近づいてみろ。いや相手銃持ってるし。いて、10には勝てんな。すみません、ごめんなさい。10円あげるから許してください。今時10円じゃ誰も許してくれないぞ。じゃあ肩叩き剣でどうだ。小さい子からのプレゼント。さっきの武器と迫力が違うぞ。もう無理だ、逃げよう。しかもダッシュの仕方すらわからん。こういうのは前もって調べておくべきだろう。マリサまだつかないの。だいぶ近くまでは来てるのだが。めっちゃ狙われてる。もうダメかも。しかもこれ死んでないじゃん。このゲージがゼロになったら死ぬみたいです。それまでこのままなの。それならもう一思いに殺してくれよ。マリサ。彼女たちにどうしてそこまでしてまた戦おうとするのか聞いてみた。やっぱりドンカツ取ってうまいカツ丼食いたいじゃないですか。というくっそつまらないダジャレを言ってきたのでスルーした。次はすぐ合流できるように声を掛け合って降りることにしよう。合点承知のスケマリノスケ。よし行くぞ。どこに降りるかも結構重要らしいんだぜ。大きい町に行ったらすぐやられる可能性があるから、地味な小さめの建物に降りることにしましょう。ヨシアの小綺麗な住宅地におります。了解。でも端っこすぎじゃね。すぐ嵐に襲われるんじゃね。時間が経つにつれていられる場所も縮小されていくのだ。武器を取ったらすぐ出発しましょう。まあこんな端まで来たら誰かに会う可能性も低そうだしな。
お邪魔しまーす。武器だ武器だ。とにかく武器を探すぞ。なんだかわからんが武器ゲット。武器の色でレア度がわかる。今回は青だからなかなかのレア度だな。嵐の目が縮小するまで3分だな。全然中にいないじゃん。マリサもう出発するよ。おう。もう少しでインの中に入れそうだよ。霊夢銃の音がするぞ。ここからは少し慎重に。めっちゃ警戒してんな。当たり前だよ。なになに。霊夢私だ。なーんだマリサか。びっくりさせないでよね。なんか後ろから狙われてるんだぜ。どこだ、どこから狙っている。とにかく逃げよう。まだ狙われてる。よしなんとかまいたな。怖かった。木材とかあれば矢倉を立てたりできるんだけど、嵐から逃げるのに必死で木材が全くない。やっぱり降りる場所もちゃんと考えないとダメだな。さてこれからどうするか。よしあの小屋に立てこもろう。上に宝箱があるぞ。ここに階段の建築でもしてとるか。霊夢、誰かこっちに来てる気がする。きっとこんなジジイでしょ。むしろこんなジジイと言ってくれ。それは絶対ないとだけ言っておこう。おしゃー。霊夢どうした。マリサ私はここまでのようだ。紫の武器あるぞ。やっべー、持ちきれないじゃん。マリサ私瀕死なんですけど。この時二人はこのゲージがゼロになれば回復すると思ってます。これ救急セットなんじゃね。お前頑張って使えよー。でもこの時は黙ってれば回復すると思ってるので。さっきの倒した人の相棒が復讐に来るかもしれないので、霊夢は小屋の中で回復するのを待つわ。来た来た。霊夢は小屋の中で休憩しとけ。何枚だ何枚だ。こっちに気づきませんように。気づけば残り人数25人だぞ。もうちょっとで霊夢も復活できるはず。それまでなんとか頑張ってくれ。とりあえずこの荷物の厳選しておこうかな。紫の武器も欲しいし、救急セットも欲しいし。なんか足音がするぞ。さっき倒したやつの相棒。マリサ、霊夢もう少しだから、なんとか生き延びてくれ。来た。やられたー。